もらって。綺麗。それのブラシって特別にないんだけどね。ピース。けど手入れちゃんとしてないな。Oh, no, you're cutting him up. Don't cut him up. 水バケも買ったもん、これ。うん？すごい。それあそこのやつ。うん？センター返してね。これでいいかな。この間、東京、江戸店っていうのが山形屋であって、私も竹に興味があるもんだから、あれだったら、高い。高い。それが一生もんですよ。これはもう狸化けだから、ね。これそのものが化けてしまうし、一生もんですよ。ちょっとあと海苔を。海苔は何？全部海苔。まあまず海苔を少し引いておきます。あんまり水散らないようにね。それ色がつきやすいじゃない？あのパッと知らないよ。知らない。うん。あのわざと散らすのもあるんだけど、海苔やらないで。少し海苔をね、こう最初で。まあやり方がいっぱいあるんでね。また絵の具を用意してない。赤と黄色じゃあそこで。絵の具がアクリルが使ってるの。その普通のはアクリル。不透明も透明もみんな混じってる。油絵の具、投げ絵の具って。これ、和紙だな。これ用の絵の具っていうのがあるわけ。ん、まあ、あの、不透明の方がね、綺麗にボケるんですよ。はっきりとボケ方が分かって。それ、版画用の絵の具。いやいや、普通の絵の具です。水と絵の具が用で、透明と不透明があるから。そうです。その絵の具もちゃんと手入れしてないからもすごいな。じゃあどのくらい固まって。No, you need sun. Oh man, no, you don't. When you live here for 20 years, you need the sun. No. So last thing you need is the sun when you live here. これでちょっとなるかな。ちょっとなるだろうか。これいきなりだからね。これすごい略してるんで。こんなことしないんだけど本当は。何の絵の具？ゴワシ。ガシ。ガシ。ああ、なんかな。ガシとあとは何だっけ。もう一つ。こっちがこうだでしょ。こっちはこう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 やってね。で真ん中でこう揉み込むって言うんですよこれを。で僕は painting ね。大体2回3回目ぐらいからうまくボケてくるんだけど、これ擦れるかどうかわからないけど、本当はこれ湿らしておかないといけない。紙を湿らす。で鼻の油使って。かっこいい。あすごい。あら。これも本当はもうちょっと、あの、和紙が効いた方がいいの。うん。あら。いやな。でこれはねつけぼかしって言ってこれ二色。そうからね。あとはね、肩ぼかしって片方だけからぼかしてる。That's with two colors. He's going to do with only one color. これにはないか。その青がこの青がちょっとね、際出ちゃってるでしょ。これはこれ一色引いといて、多分同じ色を2回、2回ここにちょっと同じ版で、同じ版で2回ここだけを。グラデーションしてるね。ここも。ここもね。Like twice, he does would have done it twice, and just put more color on that side and on the other. It's like painting. On the second hand. これね、別のもし別の版だと、この着物の柄がねずれるんですよ。だから同じ版じゃないと、
しかもね、本当はこう同じところにやるときはこうやってこう取らないんです。こう外さない。それで同じところへもう一回つけて二度。でもう一回見て釣れなかったらもう一度。約三回ぐらいします。でこれ取っちゃうとねずれるんですよ少し。まあそういうことですグラデーション。肩ぼかしっていうのは片方だけをぼかすだけなんで、なんか俺30年ぐらいやってるんだね、まるでプロですから。これでいけるかな、これなんか使ったことないんだけど、これあんまりやるとね、こっちがひっついちゃうから。ああ。で、でも特別の。え？普通の工作に使う、子供たちが使う海苔です。Get an idea of how to do it. 滑らないからちょっとオイルをつけてね。濡れてくるんでね。ちょっとオイル。あとはねトレーシングペーパーかけてやるって感じ。この上？このようにトレーシングペーパーで滑るよく。ああ、そうですね。You put tracing paper on top of the paper so it slides. It slides more.よくあの北斎とかね、あのあれには風景がよくこうグラデーションでしょ、ああいう色ね、ブルーが。本当は不透明の方がよくしっかりと似てるんですよ。これ何回もやってるうちにね、だんだんこう馴染んできちゃうんで、洗ってまたする。はけはやっぱり普通に洗うんですか？そう、これもぬるま湯で洗って、であと普通の石鹸で、こう顔を洗う石鹸で洗って、でまあつるこうしとくか、こういうふうに。タオルを拭いて石鹸で洗うとなんか油分がたまにだからあのリンスリンスを、動物の毛だから動物のリンスでいいんだよ。